ジュリアン・グラックは、フランスの作家。長く高校教師を務めつつ、創作を続け、小説と批評、そしていくつかの詩を表した。アンドレブルトンのシュルレアリズムと、ドイツロマン主義のノバーリスや、フリードリヒ・ヘルダーリンの深い影響を受け、幻想的な作風は、彼が偏愛を公言した、ドイツのエルンスト・ユンガーに近いとも言われた。 1951年のゴンクール賞に選定されたが、受賞を拒否した。2007年12月22日、アンジェニテ97歳で死去した。グラックは1910年、フランス北西部、メーヌ・ロワール県のロワール・ガ下カの町、サンフローランイコールルイコールビエイユで生まれた。一家は地主であり、両親は駒物賞も営んでいた。10歳年上の姉がおり、 姉は地方公務員として働きながら生涯独身だったグラックを支えた。1921年、なんとの名門高理性、クレマンソーの寄宿生となり、エドガー・アーラン・ポーやスタンダールなどを単独した。1928年にはパリの名門理性であるアンリ・ヨンセイ校に入学し、1930年には高等師範学校に入学した。 1934年には、地歴の高等教育教授資格を取得する。パリでの学生時代に、専攻であった、地理学、パルジファルをはじめとするワーグナーのオペラ、アンドレ・ブルトンを中心とするシュルレアリスムの作品などに親しみ、後の人生につながる大きな影響を受けた。グラックは、兵役の後、1935年から、なんとの母校で歴史の教鞭を取る。 その間、共産党にも入党している。1937年の夏、故郷で諸女作、アルゴールの城にて、を執筆し、翌年末、ジョゼ・コルティから出版する。この作品を寄贈されたブルトンが絶賛したことで、ブルトンとの交流が生まれ、1939年8月に、ブルトンと初めて南都で面会する。 この場でブルトンはグラックをシュルレアリスム運動に誘ったが、グラックは誇示した。一方、同年、独ソ不可侵条約を機に共産党を脱党する。第二次世界大戦に動員されるが、1940年に北フランスのベルギーとの国境近くでドイツ軍の捕虜になるが、翌年には結核の疑いにより捕虜収容所から解放され、帰国する。 その後、漢大学で地理学助手を務め、1947年にリセ・クロード・ベルナールに職を得てパリに定住する。その頃からブルトンや出版社を通じて以前から交流はあったシュルレアリスムの作家たちとの交流が深まる。1951年にシルトの岸辺がコンクール賞に選ばれたが、これを拒否して話題となる。その後、小説としては、 森のバルコニーや半島を執筆したが、次第に作家としての著作は、批評や談笑形式の随筆に限られていった。70年にパリのリセを定年退職した後も、パリと故郷の実家を往復しながら執筆を行っていたが、晩年になると、ほとんどの時間をロアール川下流の故郷の町で姉と共に過ごすようになる。自らの著作としては1九9二年の、 街イド手帳が最後のものとなり、その数年後にはガリマール社からプレイヤード全集二巻組が存命中に出版された。96年の姉の死後も実家で一人で生活を続け、2007年12月22日に老衰のため死去した。ジュリアン・グラック97アイコニクラスティックフレンチシュルレアリストライター。ニューヨークタイムズ2007年12月24日。 ありがとうございます。